ちは、クイズキュンです。今回は3秒で解きたい小数の掛け算です。それでは早速始めましょう。終了です。解けましたか？それでは解説に入ります。このまま普通に掛け算してもいいですが、それだと筆算することになるので少し面倒です。今回は小数を分数に変換するとすぐに解けます。 0.5 は2分の1、 0.25 は4分の1となるように、 0.125 は8分の1と表せることを知っているとすごく便利ですよ。25という数字は覚えやすいので簡単に覚えられるはずです。ということで問題の 0.125 を8分の1に変えます。するとすぐにできますよね。56を8で約分するだけです。答えは7です。ということでこの問題の答えは7です。一見面倒そうな計算も少しの工夫で簡単に解くことができますよ。いかがでしたか？こちらの問題は2番煎じ問題なので、本家様の問題をおまけで出題しますね。それではどうぞ。終了です。答えが気になる方は本家様の動画をご覧ください。 URL を概要欄に記載しています。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。